スボーロフ勲章は、ソイドニエストル共和国の勲章に等級制定されている。名称は、ロシア帝国の大元帥、アレクサンドルスボーロフから取られている。スボーロフ勲章は2007年9月1日にソイドニエストル共和国で制定されたが、そもそもソイドニエストル共和国軍の最高指揮官へ、授与することを想定して制定されている。なお、 モルダビアソビエト社会主義共和国時代のソビエト連邦にも同盟の勲章が存在していた。共和国の防衛を強化するため優れた功績を挙げる平和的条件の下、ゾイドニエストル共和国軍の発展のために軍事外交政策を行いこれを達成する共和国の防衛分野において特に重要となる国家の指導で優秀な指揮を取り添い、ドニエストル共和国軍における 祖国防衛のための組織運営や、部隊式で特別な功績を挙げる2008年3月24日には、上記に加え、軍司令官でなくとも、祖国防衛のために功績を挙げたソイドニエストル、共和国軍の部隊や都市などが、事与対象として加えられた。スボーロフ軍将は、中心から四方へ拡散する光線が形作る、星型を基盤としている。材質は、一等が、トムバック、 二等が洋白である。星形の上にトムバック製の楕円が配されている。周囲は月桂樹で囲まれており、楕円には幅0.5ミ、mm、リメートルの縁取りが施されている。縁取りには、と、の字が刻まれている。縁取りの文字は等級により色使いが異なる。楕円の中央にはアレクサンドルスボーロフの胸像が刻まれている。スボーロフの背景は一等が白。 二等が緑で塗られている。一等スボーロフ勲章は6 0ト、mm、ル二等スボーロフ勲章は5 5トルと、二等の方がやや小さい作りになっている。一等スボーロフ勲章の裏面には、廃用の際用いる幅2 4ト、mm、ルのリボンを固定する金具がついている。二等は裏面に衣服へそのまま廃用するためのネジ式ピンが備えられている。 一等、スボーロフ勲章を廃用する際はリボンをつけ、ケーブンにかける。二等は左胸に廃用する。なお、ソイドニエストル共和国軍祖国法士勲章がある場合はその上位に置く。功労勲章がある場合はその位に置く。略樹の幅は 24mm である。以下は略樹で色分けされている箇所のそれぞれの幅を示したものである。スボーロフ勲章は、 通常先に2等が送られ、その後1等が授与される。勲章授与の権限は大統領に属しており、大統領の決定で授与される。なお、ソイドニエストル共和国議会の議長は1等を受ける。権利を有している。また、大統領に勲章を授与する場合に限り、権限は議会の最高評議会常任委員会に移植される。 一等及び二等一等二等、ゼーゼー、六百四十四、ツー、ゼー、ゼーゼー二十四、アイ、ゼー、ゼー、AB ゼー、レンタ、RU ゼーゼー三百八十四、アイ、ゼー、ゼーゼー六百四十一、ツー、ゼーゼー九百、ツー、ゼーゼー六百三十七、ツー、ゼー、二千十、ありがとうございます。